さあ Hello w o ール d 今夜のテーマは、日本一の魚屋さんが選ぶうまい魚の食べ方見分け方。今日はですね、日本一の魚屋さんと言われる、根津松本の店主、松本秀樹さんをお迎えしております。こんばんは、よろしくお願いいたします。んんよろしくお願いします。根津、ね、松本の松本です。松本さん、僕、思ってたイメージとだいぶ違うんですけど、はい、なんか、来たらもうなんかすごいおしゃれで、ダンディーな,なんか,美容室のか、美容室のオーナーの方かなっていう感じで、<laughs> ありがとうございます。よろしくお願いします。<laughs> 松本秀樹さんのプロフィールをご紹介します1971年ですから僕同い年です、えー、北海道網走にお生まれになって、えー、実家が鮮魚店でいらっしゃる、えー、当初は別の道を選択して東京へいらっしゃるんですが、えー、やがて魚屋さんの素晴らしさに目覚め高級鮮魚店に就職、えー、1年で店長に抜擢されますその後35歳で独,独立され東京の根津に根津松本を開業 高級魚ばかりを扱ったため開店当初は敬遠されたもののその魚の美味しさが噂となり人気店に去年の10月には NHK プロフェッショナルでも取り上げられさらに大きな話題を呼んでおりますということでございまして、はい、あのお店の写真を先ほどちょっと拝見したんですけど、はいはい、なんかあの想像してたお魚屋さんのイメージとまた違いますね。はい、ありがとううございます、ね、ガラススのショーケーケにこう、はい きれいにやろうとは思ってたんでうんかある意味んかどっか高級なお寿司屋さんのような感じもいたしますガラスケースにこうねきれいに魚屋さんのイメージっていうのはなるべく崩そうと変えていこうといううんですねちなみにそのいろんなタイプのお魚が当然あると思うんですけどお値段どのくらいなんですか例えば例を挙げて言うとわかりやすいので言うと鮭 しゃけの切り身は一切れ1000円頂いてるんですちなみにどこどの辺りの鮭ゃけで大きい切り身ですかいや大きくない普通です普通の鮭の切り身で北海道と紅鮭を結構使ってますはいでない時は今ちょっと物が出てこないんで今カナダ使ってるんですけどもそれもまたすごく美味しい美味しいですねネタも変わらずで1000円なんですけども確かに一つの切り身で1000円って聞くと ねね、ちょっとお高いって確かに皆さんもお思いになるんじゃないかなというふうに思いますけど日本一の魚屋さんと言われてるってことなんですけどこれはどういったところからこうやって言われるようになったんですか、はい、これはあのプロフェッショナルにという NHK の、はい、それに出させていただいたことと早川光さんというあの漫画家だったり映画監督だったりおしにすごく精通してる人がいるんですね、うん、その人が本を書いてくださってそれの題名が日本一の魚屋水、うん、松本に選ばれた。 っていう本で。はい。はい。そこからなのかなとは思うんですけども。もなるほど。はい。もう N. H. K. ありがとうございます。はい。あれが一体どうするんだってですけど。<laughs> はい。で、そのねずまともつさんには、普通その入らないような希少性の高い。お魚が並ぶと。はい。いう風に伺っておりますが、はい、それは。どうしてなんでしょうか。あの希少性っていうよりも。はい。あのー。一番、ね、中仲卸が隠してある魚を僕は結構。知れてくるっていう。なるほど。なるほどはい。あまり表に出てこない。 仲卸さんってことは基本的にあの毎築地の方に毎日行って、はい、らっしゃって、はいまあ、当然場内の中にいろんな業者さんがいて、はい、たくさんお魚も並んでおりますけど、はい、やはりそのお付き合いの中で少しずつ、はいね、そうですねあの魚屋という商売をやってるんですけども。 僕たちの中ではああまり見れなないよようなのを隠してるるんんでですす結構もうね僕あのお魚屋さんはレコード屋さんと一緒だと思いました、ねはい、それこそ、はい、あの昔よくねアナログ買いに行ってた時に、はい、あるのに聞くとないって言われて出してもらえなかったりとかして、うんはい、でなんか違う常連の人が来ると「あるよ」って言って「うん、僕と同じやつなのに、はい、僕はない」と言われ、うん、で裏の部屋からですね貴重に。 こう大事に一枚こうフッと持っていくんですよ俺もいつかこれをちゃんと出してもらえるやつになるっていう,、うん、もう14歳の夏だったんですけど、はい、きっとガキだからなめられてんだなと思っていやわかります、ね、分かるんですよね、はい、だからあのお,お金とかじゃないんです多分あの向こうからするとこいつどんだけ俺の扱ってる魚分かってんだみたいな、うん、そういうちょっとこうあれがあるんでしょうねあると思いますそれは絶対、ね、ありますね僕なからそののレコー屋ににはあえてあのか買わないのに このちょっとやっぱ店主のね <laughs>、はい、おこいつこの辺攻めてきたかみたいな、はい、そういうちょっとなんかね、はい、ありますよね。ねええーまあ、でもその市場でのお魚の買い方そのものも、はい、あの松本さん独特の方法が独特っていうほどでもないんですけども、ね、とにかくあんまり箱買いっていうことはあんまりしないんです。 単価を下げるっていう作業をするんですけども。はい、まあじゃあ、一箱一万円分で、一万円分で、なんかこう、み、見立てて、だって、いろんな買い方が。あるってことですよね。はい、そうです。はい、あの、おすすめって解釈難しいですよね。そうですね。買う側にとって、おすすめなのか。はい、店側が、これ、どうしても在庫残したくないから。 あの売りたくておすすめなのかみたいな、はい、とこもございますし、ね、ありますねありますよね、はい、でも僕は騙されないそこら辺そこはねお付き合いの中でいろいろあるとは思うんですけど、はい、全部じゃあそのこれが欲しいそれが欲しいっていうのを全部こうバラバラに一、はい、匹ずつ全部見ます見分ける、はい、わけですねそ,うですそれじゃあもうあれですかあの築地の仲買いの皆さんからははい なんかかか目利きの日でとと言われてたりとかそれはないです <laughs> <laughs> それはないんですけども <laughs> みんな先生ですから僕はあなるほど、はい、ねでも松本さんその魚を、えー、取り扱う上でですね、はい、まあ一番こうどんなところを大切にあさってるんですかあのー、僕が気に入るってことがまず第一条件で、まあ、そうですね、はい、お客さんに勧めるっていうことを,、うん、をしなきゃダメなんでやっぱまず僕が気に入,、うん、気に入らないとてことですよね、はい 一の線だと僕が思ったやつ、それを仕入れるように心をかけてます。それは、僕らもさすがに、その食べれば、あ、これうまい。このこれ、とこみたいなのあるんですけど。見ただけでわかるっての、はすごいですよね、でもね。外れる時あるんですか。見た目で、押しこれだと思っていいですか。あります、あります。もういっぱい。はい、そういうこと経験してきました。うん。なるほど。おかげさまで、修行先だとか、そういうとこで、やっぱり自分で仕入れると、やっぱり。綺麗なのに。 うん、美味しくないっていうのはいっぱいありますあ。あるんですか、でもやっぱお魚は鮮度が一番って考えると、うん、その見方によってのその今おっしゃってた。例えば、その綺麗。はい。いうのが一番のなんかその。物差しなのかなと思ったんですけど、それだけじゃないっっ。それだけじゃないんですよ。うん、あの高級魚はまだいの綺麗なやつとか。色がね。して綺麗で。あの値段も高くて。はい、あ、これは値段も高いし、綺麗だから美味しいんだいいいと。思うんですけども。うん、結構。 そうででもないんですよ値段と色っていうのはそんなになるほど比例しないというか、はい、そんなに関係ないですなるほどまあそれも経験でどん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 やっぱり培っていくものなんでしょうねさあということでなんか聞きたいことまだまだいっぱいあるんですけど、はいえー、この後はですねそんな松本さんから僕たちでもちょっと見分けることができるという、はいえー、これからの旬の魚の選び方見分け方について伺いたいと思います ただもうこれちょっとあえてオンエアで言わないですけど、はい、まずそこがそこそねあの見分けられるレベルのものを入れてるのかそのスーパーっていうとこでもいろいろありますもんねうんそうですね,ね、はい。わどれも同じに見えちゃうけど大丈夫かなみたいな時もあったりするわけですもんねそうですねそれはもうみんな同じに見えると思いまずそこのスーパー自体がね、はい、だけちょっと頑張,頑張ってるかというところにもよりますしねなんかもう 今はでもなんか皆さん安かろうだけじゃないっていうそういう時代になってる気がしますけどねそうですね、えー、そういう時代は確かにあるとは思うんですけども、えー、高くても美味しくないものはあるんで,そ,で、ね、そこらへんがやっぱり難しい,と思います、ね、そう考えたらやっぱりちょっとちゃんとしたお値段を、はい、ねやっぱりこうすっごいいいものがそんなめっちゃ安いわけないんですよね普通に考えて、ねまあ、確かにそうですねだんだんみんなそういうことも最近はわかるというかいろいろちょっとこう関心を持ってらっしゃると思うんですけどねはい、うん 魚好きなんですけどわかんないですね。難しいですよ。なのであここここでっていうとこで買ったりはしますけどね。個人的に好きな魚屋さんで魚だけはっていうのはありますよね。魚はそれがいいと思います。そうですよね。今これ流れてるんですか。流れてますここも。あそうですか。全然もう割り方割り方あのオンエアじゃないとか若干突っ込んだことを言います。はいわかりました。 <laughs> はい僕はあの余計なこと喋らないかそれが心配いやいや大丈夫ですよ大丈夫ですか、はい、大丈夫です、はい、あのやそうだなと思ったら僕は大丈夫ですかって言っちゃいいもうあれでしょうもうあのー、ねあっちの方に、ね、築地行かれた日にはたまったもんじゃないですねあれねだめんどくさいですよね 運動しますか。え、運動します。<laughs> <laughs> あれもうだから鮮魚あ,あの鮮魚とかあっちの方と静かの方と、はい、あもうあれもこう分かれるてれる,か分かれるんですけども、めごめめ,めんどくさいですよね。 とにかく、あの、晴海緑と。あ、そう、なんか、渡んなきゃいけない。そうなんです。あんなもん、なんか、そんな橋かけられたが、それでいいかいっつったら、そういうわけにいかない。ですもんねいや、ただですね、晴海緑混んでるのに。そうですよね。もう一本できたからって、多分。別に変わんない。変わんないと思いますよ。<れ>なんであんなことするのか、よくわかんないんですよね。<うん S 1> 本当に。まあ。どうなんでしょう、慎太郎さんがやったんですか。<laughs> ええ、そういうのは薄いのあんまり言わない方がいいんでしょうかね。ね今のこう、皆さんのお気持ちとか。はい。必要ニーズとかを汲み取ってないですよね。あれはね。そうですね,ね。確かに。僕も、あの。ちょこちょこと。あの、言ってるんですけど。あ,あ、そうですか。ええー、そうなんですよ。もういくらでも紹介しますか。本当ですか。<laughs> <laughs> 僕も、あの、自分でお店をやってて、飲食店やって。あ、そう、そうなんですよ。そ,うすそれで、なんか、やっぱ。 イタリアンのお店なんですけどイタリアン大好きです,ですよいや本当に大好きなんです,いですはい。じゃ今度はよかったでしょ行きます,します約束します <laughs> 僕はもう絶対宮城 B The Others をお届けいたしました J-Wave Hello World、えー、今夜のテーマは日本一の魚屋さんが選ぶうまい魚の食べ方見分け方です えー、今日のゲストは東京・根津にある鮮魚店の根津松本の店主松本秀樹さんをお迎えしておりますさあじゃあここからはですね、はい、まああのここからがまあ旬のお魚についてのお話を伺っていきたいと思うんですけど、はい、夏のお魚、はい、なんかほら秋は脂がのってねこ、はい、れが美味しいこれが美味しいっていうのは、うん、なんかいろいろ皆さんご存知だと思うんですけど、はい、あまり夏においしいお魚ってひょっとしたらご存知ないかもしれないなと思いましてあそうですか いいですよ。どんなところがまずアジがもう絶対美味しいんで、アジはい、いいですね。冬のアジは大してうまくないんですよ。夏のはい、夏です。イワシもこれから美味しくなります。これからですね。もう少し後です。してその前のイワシは全然うまくないです。これ時期によって相当じゃ変わるんですね。変わります。旬ってそういうことなんですね。旬っていうよりもまあいっぱい取れるときが旬って言うんですけども、いっぱい取れるからあそういうことなんですか。 そそううだとと思思いますす僕勝手にそう思ってますけど取れる量でででことなんですね、はい、でも基本的にはそのこの時期のこのお魚がみたいなのがあると思うんですけど、はい、これも結構あれですかその季節によってやっぱ年々前後したりっていうのは結構あ,あれはありますよすごくもう今めちゃめちゃになってきてます、うんまあ、水温が、ねはい、前とまた状況変わってたりとかいろいろあるんだと思うんですけど、はい、ありえないところでありえない魚が上がったりまああるんですねありますねそういうのもまあでも今の時期で言いますと アジとアジイワシイワシですかね、はい、いいですねいいですねはい、はい、ねその美味しいイワシとアジ、はい、まあ当然スーパーでもまあ皆さんのご近所のお魚屋さんでもたくさん並ぶと思うんですけど、はい、その見分け方の、はい、あのポイント僕らでもわかるポイントってどんなところありますかあのー、アジはとりあえず肉回りなんですそれを魚屋さんで、うん、あのー、スーパーだとちょっと魚をこうやって持って 見ることは難しいとは思うんですけどもまあ信頼できる魚屋さんを見つけるのは一番だと思うんですが、うん、やっぱり見た感じふっくらしているもの顔が小さいものを選ぶのがいいですよね顔がちっちゃいはい、うん、して腹の下あたりでしょうかね,ねそこら辺がぐっと力があるものそれはちょっと分かりづらいかもしれないですけどもなかなか触れないですからね腹の下にちょっと力が、はい、あのよくなんか目がどうだとかねそ<ー>そののまあその 輝きがみたいなことを言ったりもするんですけど意外とそういうとこじゃないですね重要なんですけどももう銀で光ってるしなと思うんですよね確かにくすんでるのはやっぱりよくないとは思うんですけども基本的には目うんぬんっていうのはそんなにあんまり気にしなくていいと思いますなるほどどうしても目見ちゃいますけどねはいあんまり気にしなくて大丈夫ですじゃあちょっと顔がちっちゃめでちょっとこう身のぷっくり加減がそうですね いい感じにちょっとやっぱりまあ太っててっていうかちょっと肉厚さが感じられてはいあとはそのお腹の下のそうですねそこをなんとかして触っていただければ、ね、ちょっとちょっとね、はいえー、もうあれ,あれですよ築地とか行くと外国人の人が「い It's my girl!」とか言って触るのえらい怒られるんでね <laughs>、はい、あの魚屋さん行ってポッと触るもんなのみたいなところちょっとありますけど、はい、ちょっとやっぱそこをねそこをなんとかあの<と>か切り抜けて。<laughs> <laughs> すいません <laughs> ちょっとお腹触らせてください怒られそうな感じもありますけどね <laughs> <はい S 2> なるほどえ,えっとイワシも同じですかイワシはワシあのー、キラッキラのイワシってあるんですありま,す、ねはい、でまずキラッキラのイワシで頭がでかいのはもう論外ですよね基本的にはなんか頭ちっちゃい方がいいんですそうです頭ちっちゃいのかも,もイワシもはい、はい、頭よりも胴回りの方が大きいっていうことがやっぱり基本なんですよ、ねうんうん、なるほど頭と胴回りが同じような感じの寸胴のやつっていうのは、はいはい 大抵惜しくないです。惜しくないですね。はい、頭がちっちゃいところは、爪とかですね、はい。イワシはもう鱗なんかなくてもいいです。うん、<で>うん、で、キラキラしてなくても、大丈夫です。うん、大丈夫。はい、なるほど。なんかキラキラしてると鮮度みたいなことがありますけど、とりあえずは。 頭ちっちゃい、はい、モデル張りのちょっと体形っていうんですかね、ね南東進、わこいつすごい、南魚進みたいなそ。そんな感じですそれだったらあれですよね、あのなんかちょ絶対的に変化を多分何匹か並んでると、はい、当然そこに何匹かある中の、うんえー、これっていうのは、一番頭ちっちゃいのをまず選ぶというのが一つの基準ですよね、そう,ねはい、そういう意味ではね。はい ありがとうございます多分他にもいろいろあると思うんですけどまずは皆さんそこから行ってみましょうはい、はいねえー、夏がまあ旬と言われている他のお魚でなんかこう意外なお魚って他にもあるんですか、はい、あのー、これから、まあ、ま,まだちょっと早いんですけども8月お盆明けはいお盆明けまだ秋と呼ばないでいいですよねきっと、ええ、そうですね8月サンマですね,ですね夏のあたりからサンマですよね、はい、だからあんまり早いとだめなんですけども、はい、うん お盆ンけ北海道の棒受け漁っていうのが始まった瞬間にサマは最初のサマは一番美味しいですね。でも北海道のそのエリアで取れるサマってちょっと僕のあれが間違ったらごめんなさい。でかいです。そうですね。おっきいんですよ。あこれサマっていうぐらい結構大きいんですよ。大きいです。大きいですよね。合ってますですか。そしてそのままあの秋になって南下していくんですけども、そうすると油が今度強くなってくるんですよね。なるほど。強すぎなんです。なるほど。だからサマの味を あのー、一番よく味わえるのは、うん、お盆明けお盆明けぐらいがいいと思っています思ってくださいね盆明けのサンマがいい略してンン「盆んとそうです盆んミッシェルと覚えていただければと思います <laughs>、はい、というわけでいやーもうこれだけいろいろお魚の話を聞いてるとですねちょっと食べたくなってきますからねえ、はいね、今日は そういうあああスタイリッシュな格好だから今日多分お魚ないんいや持ってきたんですよある,あるんですかそうそうそれはじゃあ,あ今すっかり忘れてました <laughs> <laughs> それ今日あれですかちょっといただくことは可能なんですかはいもちろんです今日はアージーですかあっアージーですね、はい、今お話が出ました、はい、アージーいただいてわかりましたじゃあですね松本さんにハローワキッチンルームでアジーをさばいていただいて、はいえー、実食11時台でお届けしたいと思います